夢チャンネル。はい、サロです。こんにちは。今日はね、マーシャルワールドのパワーラック、こちらの、まあ、5年間使用しての商品レビューですね。そういったものをご紹介いたします。なんといってもですね、ホームトレーニングをやっている方々で、パワーラックの購入を検討されている方非常に多いと思うんですよ。やっぱりホームトレーニングの中でね、こうパワーラック1であるともう全ての筋トレはね安全にできますので、本当にこれおすすめになります。まあそういったところでね、各スペック等ね、ご紹介、していきます。今ねマーシャルワールドのパワーラックの価格帯調べてみると、だいたいね最安値で 34,500円とかそのぐらいで出てます。自分がね、買った時はね結構5年前なんですよこれ、5年前なんですけど、ちょっと安売りしててね2万5000円ぐらいで買いましたね。なんで、まあ5年間使用してみての感想を今からね、話してみるんですけど、まずねこちらのスペック、スペックはと言いますとね、これ一番上のこれ、がチンニングバーですね。懸垂する、まあ、鉄棒として使えるんですけど、こちらのチンニングバーがの耐荷重がメーカー保証で100キロで、こちらのね、フック、ベンチプレスとかね、スクワットとか、まあ、そういったところに、フックがあるんです。こちらの耐荷重が150キロ、そして下のセーフティーバー、セーフティーバーが200キロという耐荷重に、なってます。それではねちょっと細かいとこ見ていきたいと思うんですけど、こういった形でね、ボルトで、しっかり止まってるんで、なんだですね、ぐらつき、そういったものはありませんね。こちら行ってみましょうか。こちらのね、こちらのフックですね。これ耐荷重150キロなんですけど、カチャンってなんないようにね、こういった形でね、ホース、水道のホースをね、切って、でこんな形で巻いておくとね、カチャンと音置いた際になんないで、あとショックの、ショックアブソーバーみたいな形にもなりますのでね、ショックの軽減なるんで、これ結構おすすめですね。でこちらね、こういった形で、ピン式になります。もう着脱簡単、こういった形で、まあ、いろんなところにね、着脱が簡単に可能になります。でまたカチャンとねはめるような形で、これちょっとね裏技なんですけどね、これ見てください。これ裏技、これはね正規品じゃないんですよ。これ正規品じゃなくてね、スクリュー型の1キロのね、ダンベルがあるんですよ。これスクリュー式で取れるようになってるんですけど、ネジ式になってて、ホームセンターでね確かね本当5、600円で売ってたと思うんだよね。それちょうどねこの穴にぴったりなんで、こちらの付属のねフックをさらにね、増やしたい時なんかに、おすすめとなります。はい、こちらがねこれセーフティーバーになりますね。こちらのセーフティーバー貫通式になりますね。こっちもね、貫通式になりますんで、さっきのフックと同様ね、これピンをね、外してもらえばすぐ貫通的に棒が取れるようなね形になってます。耐荷重200キロね、になってます。でね、こんな感じちょっと取ってみようかな。簡単なんですよこれでね、ただね、ピンを取って、で、これねこれをこういった形で鉄の棒を抜けば高さをね、簡単に、こちらもセーフティーバーをね、簡単に変えることができます、ね、それで、さっきのフックのとこでも一緒なんですけど、この緑のね、これもホース、ゴムホースになります。
これもねトップサイドデッドとかね、まあ、あのラックアウトした際に音がガチャンってなんないようなね、音の防止、あとはこのパワーラック自体の保護にもね なりますので、こういった処理をしております。そんなわけでですね、パワーラックをこれも5年使ってます。自分の筋力的なですねスペックを言いますとね、だいたい扱ってる重量が腹部分ベンチプレスで100、だいたいマックスで120キロぐらい、もうガシャンと置いてますから全然支障なく使える。あとスクワットも最近ちょっと重いのはやってないんだけど、100にやっぱり20、30、130ぐらいガチャンって置いてもね、丸っきりあの支障ないですね。あと懸垂部分、チンニングですね、これもハンドを使っても全然あのブレることもないし、もう5年間使って、まあ大体腹部分130キロでしょ、思いっきりガチャンって置いちゃってる状況。セーフティーバーもガチャンともう全然あのそんなに気使わないで下ろしてますので、そういった使用方法もう結構荒く使っちゃってもまるっきり支障ありません。なんで、まあこのねあのマーシャルワールドのパワーラック、まあ、パワーラックの中では、まあ、いろんなメーカー出てると思うんですよ。なんでその中ではね一番これ、最安値、でね、ちょっとホームトレーニングやられてる方でもねちょっと不安な、これ大丈夫なのと、3万ちょっとでね、まあ、安いパワーラックで大丈夫なのと思いますけれども、まあ本当にあのパワーリフティングの大会とかね、ボディービルの大会とか、まあ、そういうレベルの方ならもうちょっとね、物足りないかもしれないですけど、もう一般的なねあのベンチプレスを本当に150キロぐらいの重量を扱うような方であれば、もう全然あの支障ないのかなと思います。まあそんな形でね、今回、マーシャルワールドのパワーラックの5年間使用してのレビューですね、そういったものをお届けいたしました。ご視聴ありがとうございました。さようなら。